はい、黄金線小堂でございます。今日なんですけども、水曜日でしたのでお知らせ、そしてディスコードが来ておりました。ちょっと見ていきたいなと思います。新シナリオ追加ということで、こちらでシナリオを見ながら夢玉もゲットしていけるというところで、他のゲームとね一番違うところは戦えのシナリオ追加された時の、難易度がいや優しいこれが結構高難易度で、もうちょっと報酬良かったらその PVE とかのやつのイベントとかいらないんじゃないかなとちょっと自分は思ったりもするんですけど、デンマーク編が追加されるということみたいですね。はい、で新春キャンペーンまだ続いておりますというところで、新春なんです。新春ガチャがなぜかゴールデン23フットサルコンビというところです。はい、今までね 2つほど出ておりますが、今回はどうなるんでしょうかね。で、また、井川の、弟くんも、ステップアップで優勝限定で来てます。優勝ガチャですね。これ優勝じゃなくても引けるやつ もちろんあって、メダルですね。これ300個だと、300個じゃなかったっけ、250個だったっけ。あ、メダル自体はそうですね、そんなもんですよね。はい、取れなく、無償玉でも取れると。はい、能力次第かなと思うんですけど、何が皆さん弾丸パスカットとかが欲しいんですかね。新しい、ね、必殺技とかが、ね、強威力なもの、もしくはゴールデン23のバフを上げるもの、そういったものがないとなかなか引くところまではいかないのかな。でも今ゴールデン23が 3M とかも含めデバフのキャラ非常に多いですから、デバフ推しなのかな、どうなんですかね。比較的12月がデバフというよりは、絆をしてきてた、超フェスも含めて絆をしてきてたので、ここでデバフ投入ではないかなと予想してみたんですけど、はい、そして新春ドリームポットガチャというので、ここでも若島津くん、レビンなどが取れるようになっている。年始めの、サッカー開きということで、メダル1日1回のメダル、こちらで多分いろいろ取れるんでしょうね。はい、そして力属性強化杯、力属性の全パラメーターがアップする。ミューラ持ってないとすげえ苦戦する。はい、ミューラあとはなんとかなるかな。翼のドリブルが取れる、なんだろう、リバウルターンかな。これ報酬でスノーボードドリブルだったらね、結構みんなすげえやる気出るんじゃないかなと思うんですけど、さあどうでしょうかというところ。そして新春ログインボーナスというところで、チケット、これ多分ドリームポットなのかな。そうですね、ドリームポットのチケットや、お正月 SSR などが、そうですね、いつも通りもらえると。ブラボーのね価値もすげえ下がりましたよね、ほんとね。はい、新種デイリーミッションで、ミッションクリアして有名玉や豪華報酬がゲットできるというので、デイリーミッションも新しくなると、おそらく1日有名玉2個になるのかな。はい、こちらログインボーナスのこの新春系が1月23日まで続いておりますので、多分このガチャがこのまま流れて切り替えのタイミングで、ドリコレ1月14日からドリコレというような形ですかね。ただ1週間このガチャだけで終わるとは思えないので、金曜日くらいにまた何か新しいガチャが発表されるのではないでしょうかと思います。はい、そんなところかなというところですね。ラテンが今やってて、はい、そんな感じですかね。はい、超フェスお忘れなくというところで、もう今やってるガチャは、ラテンピックアップ4日間ですね。はい、ラテンがやってて、あと超フェスもうね、これ金曜日、金曜日の4時前なので、皆さん、後悔なきようというところで、はい、実際ね使ってみて、ピエール・カルツ、ヒューガー葵くんですね。はい、こちら、4キャラに関しては普通にね使っていけば5周年までは使えるんではないかなと思いますし、普通の常設のねところでガチャをやるよりは、デッキに入るんであればこっちの方がね強いんじゃないかなと思います。はい、常設の方はね、ここまでいけば確定っていうのが、新選手確定枠っていうのが220個っていうね結構ところであるので、その辺は皆さんの判断かなというところだと思うんですけども、はい、自分はそのように見ております。はい、あとはそんなところでしょうか。はい、でディスコードのお知らせが来ておりまして、木本ディレクターから新年の挨拶が来ていたんですけども、去年良かったところ3つっていうのが、ネクストドリーム始めれたよというところと、なんだっけ、ネクストドリームが始めれたよっていうのと、 DCS がね去年開催できたよっていうところですね。はい、
まあ、そんなような、ね、振り返りがあったんですけど、2022年、新しい施策としてまた新しい PVE のイベントが、考えているようです。あとフレマ機能で、2対2のフレマができると、それ、大事なのかな2対2のフレマができるっていうのが、まあ、機能として入っておりました。はい、あと何があったかな、2対2のフレマとか、まあそんなもう大きなねインデックスはなかったんですけど、一つちょっと気になったところとしては限界突破ですね。はい、限界突破のところで、今限界突破が非常に難しい、まあ、保つですよね。限界突破っていうと能力上限ではなくて、それを今年は限界突破しやすい形の環境を整えていくと言ってたので、あれみたいな、4突するために今頑張ってるとかで結構あると思ったんですけども、まあ、4突っていうか突がねしやすくなる環境が今後生まれていくような形みたいです。はい、まあ、そこはね、いつどの時期にどういうふうに始まっていくかっていうのは分からないんですけども、まあ、おそらく5周年のタイミングではないかなとちょっと思ったりもしてまして、まあ、やりやすい環境をね引き続き作っていくということなんですけども、保つ以外で今ゲームモチベーション高まるアイテムっていうのが、まあ、ラインベとかの報酬とかもそうなんですけど、今のデイリーの報酬とやっぱりこう連盟さんのトレードとか個人さんのね目標とか以外での報酬っていうのはもうちょっと大きくても今の環境だったらいいのかなと、もっと派手に1位の連盟さんや個人さんに夢玉100個とか200個とかでも全然いいかなと思いますし、まあ、その辺のゲームバランスと合わせた報酬の見直しとかもねぜひかけると、イベントのやる気とかもねまた皆さん変わってくるんではないかなとちょっと思ったりもするんですけども、皆さんどう思うでしょうか。はい、まあ、ただね金フォメとかはね多くの方が取れるところまで下がってきているので、まあ、それはいいかなとちょっと思っております。はい、そこは自分の所感ですね。はい、そんなところで、今週金曜日からはゴールデン23編のシナリオと、まあ、ゴールデン23ガチャ、ですね、そして力属性配が来るというところで、チェックの方終わっていきたいなと思います。はい、というわけでいつもご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録、よろしくお願いします。それではまた。